愛の衝撃、ランクは最終日、まあ、こっちのロブもあと2回ぐらいやってはレート2000乗るっぽいんで、ちょ2ロブ2000作って2100とかまで行きたいな。あーさんよろしくお願いします。今日最終日のランク場なんで、ちょマジで一切悪ふざけなしでやっていくんで、まあ、期待して見ててくれ。でまあ今日多分動画のサムネにもなってると思うんだけど、ちょラグラージ使いたいんだよね。相手のパーティーまあいけるか。小学生型ラグラージ相手の進出予想するわ。初手ランドロス、なんかランドロスだとルカリオとかミミッキュに強そうなんでランドロスで、ラグラージのあくび展開をカットするためにまあ、ミストヒールドで、状態異常耐性を作れる、まあ、カプリヒレ。で、この2体だと、大ジェットを撃ってくるサンダーがだるいんで、まあ、サンダーに強そうな、まあ、バンギラスか、まあ、サンダーをサンダーで受けてくるタイプかわかんないけど、まあ、この3体だと、てか、ランド、バンギー、カプリヒレだと思うんで、初手ランドだと思うから、ラグで殺せるわ。ラグ、まあ、初手ダイマからの、まあ、耳たすきでいけるわ。これ呪文。初手ダイマ、耳たすき。まあ、呪文っていうかね、戦術の名称ですね。まあ、初手ダイマックスで荒らして、まあ、対面性能が高い気合のたすき持ち。このパーティーだと、まあ、ウーラオスと、まあ、あと化けの皮があって、対面性能が高いミミッキュで詰めていくっていう、まあ、言ったら一つの戦法なわけなんだけど、いや、ランドロスから来ると思うな。で、初手ダイマラグは、なんか数日前にバンビーさんが使ってたんだけど、全然型違いますね。全然違う。そもそも特殊型で使ってるし、努力士も耐久じゃなくて AS ブッパで使ってるから。で、え、ラティオス？ちょ、ラティオスはさ、出てこない読みだったんだけど。これ相手のラティオスがダイマラティとかだとめんどくさいな。でもラティハッサムのラティオスってこだわりメガネとかのイメージが強くて、ワンチャントリック打ってきてくれるかもしれないから、普通にもダイマしてダイアイス打つか。まあ、AS ブッパのメリットとしては、ラグラージ素早さにブッパすることで、まあ、相手のパーティーに入ってる、まあ、バンギは結構抜けそう。バンギは結構抜けそうで、あと素早さに振ってない、まあ、ランドロスとか、カプリヒレの上も取れたりするんで、まあ、耐久じゃなくて、S にブッパしましたね。まあ、ダイマ前提だったら、大抵の攻撃はラグラージ耐えてくれるんで、なんかわざわざ、まあ、HP に振る必要がないかなってのと、あと特殊だと、ランドロスの威嚇とかにちきらずに進出できるんで、これメガネではないな。玉かこれ。あ、やっぱ玉だ。メガネだとなんかもうちょっと入る印象だったから。D アイス。で、これで相手のラティは、まあ、多分飛ぶと思うけど。玉ダイアイスだし。よっけ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 。ラティオスから来るんだ。裏バンギーとなんだろう。バンギーレヒレとかかな。いや、バンギーレヒレだと思うな。あ、カプレヒレやっぱいる。まあ、ラグラージがあくび型だった場合、レヒレいないときつそうだもんね。で、相手のレヒレが素早さにあんまり努力値振ってなかったら、耐久ガンブリ型だったら、これラグの方が上から殴れるんで、まあ、ダイアースでいいや。ダイアタック打った方が良かったかな。素早さ負けてるんだったら、あ、抜けてるんですよねー。これが、素早さに振ってるから上からレヒレ殴れて、しかも結構入るっていう。結構入るっていう。半分いくかいかないかぐらいかなと思ったけど。まあ、やっぱ、ダイマで弾も出せると、まあまあパワー出るな。え、鉄壁ー？それでラグラージ受けれると思ってる？にちゃ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 。にちゃー。こいつねー。あれなんだよね。まあ、ラグラージ確かに攻撃の方が種族値高いんだけど。残念でした。特殊型でーす。にちゃー。にちゃにちゃ言いすぎだわ。にちゃ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 僕の顔面えぐく歪んで、くちゃ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 飯の最中音を鳴らし、ぐにゃ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 何もわからずに頭バグって、おわ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 俺の人生終わってる。ふぅ、まあ、2体持ってったんで、まあ、相手のラス位置が何だったとしてもいけそうだけど、ハッサム。いや、勝ったっしょ、これ。まあ、そもそもハッサムのバレパンは、まあ、ラグラージこんだけ HP あったら耐えるし、激流入ってるんですよね、これ。HP 削られすぎて。いい感じに玉ダメとあられダメで、己自身を傷つけることで、特性激流圏内に入ってるから、あーい、3立て。対戦ありがとうございました。はい、引き続き対戦していこうと思います。相手、ニチャリポケモン代表の、ナットレイ君いるじゃん。てか、さっきのさ、この動画の、この対戦の一戦前の対戦さ、今冷静に思い返してるんだけど、後半のなんか、ラグラージでカプリヒレぶっ飛ばしてるあたりのテンションやばかった気するんだけど、大丈夫かな？最近なんか疑われてるんよね。まあ、これラグラージから入ります。なっ
ストレイがちょっときついけど、なんかスタンダーとかルカリオチラ使わせとくと、カバルドンでステローマ期待症候群の人が、まあ、カバルドンから入ってくる可能性あるんで、そのカバを一撃でぶっ飛ばすための、まあ、ラグ、まあ、裏は相手のナットが重いんで、まあ、こっちのパーティー炎技持ちがいないんですよね。のでナットの一撃で倒せるポケモンが少ないんで、まあ、クレセが身代わり持ってて、まあ、身代わりあればナットはめれるんで、クレセリア、まあ、ラスイチタスキ持ってて対面性能が高いウーラオス、この3体でいきます。はい、ということでハッシュタグケムちゃんさん、対戦よろしくお願いいたします。最近ねやばいんだよね。なんかツイッターでも言ったんだけど、動画とか生放送とかでネタでなんか相手がめちゃくちゃ馬振りプレイとかしてきた時に、うわー相手にちゃにちゃしてそうにちゃーみたいなことをさずっと言ってたらさ、俺の笑い方もなんかにちゃにちゃしてきたんだけど、いやわかんない、ね、それをずっとネタにしてたから、俺の笑い方がにちゃにちゃになったのか、そもそもの笑い方がにちゃにちゃだったことに改めて自分自身が気づいたのか、どっちかわかんないけど、ここ大増します。相手のウツロイドも大増して大草原打ってくるかなと思ったけど、まあ、ウツロイドが命の玉とか持ってなかったら、まあ、大草原は一発耐えますね。で、まあ、そもそもこっちが大増すれば、まあ、相手のウツロイドの草結び通らなくなるんで、いやステロ型かな、いやでもな、パーティー的にパワフルメテオ、あだよね、オッケーオッケー、にちゃー効かないよー、もうダメだ病気なんだよねこれ、影響されやすいんですよ俺、なんかネタにしてることとかそういうことに影響されやすい人間だから、何でも吸収しちゃうんだよね。で相手のうつろいの倒して、まあ、ここワンパンで持ってきたのはでかい。まあ、正直僕のパーティー、まあ、ダイマックスするとすればサンダーとかがダイマしそうな雰囲気あるから、まあ、ラグが初手からダイマしてくるのを予想してこないよねって話で、まあ、ステロあくび型見えるもんな。パーティー的にラグでステロあくび巻いてサンダーのダイジェットとか剣の舞ミミックとかで抜いてきそうなパーティーに見えるもんね。相手の2手目が何かだけど、めちゃくちゃ迷ってんだけど、ナットレいたら即決でナットレでいいと思うから、こんな迷うってことは、後ろカバルドンプラスエースバーンみたいな、まあ、並びの可能性全然あるけど、ギャラドス、いや待ってこれ、相手2チャリに来てるな、俺は見えたよこれ、大草原持ってるね、これね、自信過剰だしね、しかも威嚇じゃなくて、ますます大草原持ってそうだよね、これ相手わざと使ってきたね、時間を。これわざと、本当はもうギャラドス出しでいいんですよ。大草原あれば。ノータイムでギャラドス出して、草技バーンぶち込んで、ラグダッシュボーンぶっ飛ばせばいいんだけど、まあ、ギャラドスの草技って搭載率が、まあ、めちゃくちゃ高いわけじゃないんですよね。どっちかっていうと今の環境だと低めなんだけど、それを悟れられないようにするために、あえてギャラドスを出すまでの時間を使った。俺は全部見えてなかったです。見えてなかったです。これ草技持ってないわ、ギャラドス。あ、なっとる、あれ。あ、これあれか。ギャラから入って、あれか、なんか、岩技とかも、ラグラージュ側が持ってた場合に、その岩技とかを誘って、まあ、ナットで一回受けてラグラージュの大マターン稼ごうっていう作戦か。このなんか、俺一回草技読みでクレセに下げたんだけど、なんかたまたま刺さったんだけど、ここは身代わりで。相手身代わりクレセケアしてくる人だったら、まあ、畑落とすとかジャイロから入ってきそうだけど、ジャイロ。極悪人ジャイロ。宿り着オッケー。身代わりで透かしてって、であとは、まあ、瞑想で、まあ、相手のナットレの技構成次第ではクレスの身代わりを割れない可能性がある。まあ、畑落とすかジャイロボールあったら、まあ、絶対割れるんだけど、瞑想で、これでナット VS クレスって今の環境クレスが基本有利だと思ってるんだけど、クレスって身代わりの搭載率結構高いと思ってるんだけど、まあ、どうなんだろう。まあ、三日月の舞トリル型とかもいるから、まあ、言うてそんなか、3割とかそれぐらいかな、ちょっとわかんないけど、他もう一回身代わりで宿り木の種入れられてにちゃられるのがやばいんで、この動画何回にちゃるっつってるんだよ、まずいってこれ。初見バイバイなんだけど、ライバロリーっていう人間の動画を初めて開いた人、こいつマジにちゃにちゃしててキモいなっつってブラウザバックされててもおかしくないわ。ここは月の光で、あ、ここ宿り木打ってきたらやばい、ちょっと迷ってる、即決じゃないこれ。いや、ここ宿り気だったらきついな。いや、でもこっちまだ身代わり連打する余裕ある雰囲気あるし、ジャイロボールって PP が5しかないから。あ、おっきょ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 。で、ここで一発ジャイロを受けると、まあ、クレセのアッキーの実が発動して、まあ、防御が1段階上がるんだよね。で、初撃のジャイロのダメージ的に B が1段階上がったクレセの身代わりを、もう割れないんで、まあ、ここは身代わり安定で、
相手が分かり手、あ、分かり手だ。分かり手の、分かり手の立ち回りしてきた。はい。分かり手だったらまっそうだよな。身代わりケアでギャラドスに引くのが、一番いいよねって話なんだけど。まあ、正直ここまで展開できれば、まあ、クレスは正直いらなくて、まあ、相手のギャラドスをこっちのウーラオスの不意打ち圏内まで削れればいいから、足場で削っていきます。これ素早さ勝ってんのでかいわ。ギャラドス相手意地かこれ。陽気ギャラだったら俺のクレスより早いんだけど、あ、この急所でかいかもしれん。遅いってことは、まあ、意地ギャラの、まあ、耐久ぶり、龍前から入ってきてこれで素早さ関係が逆転する。まあ、こっちは、いや、一回月の光打つか。相手のギャラの大魔弾枯らせそうだし。いや、ここは龍前してこない。さすがに大ストリームで、ダイストダイストで押してくると思うから、まあ、大ストリームで天候が雨になって、月の光の回復量が落ちるのは分かってるけど、まあ、これ深プレイするんで、まあ、見てね、これ深、深プレイ。相手の大魔弾を枯らすために、まあ、この月の光、雨天候時の、まあ、月の光の回復量も、まあ、大きく響いてくると思うから、まあ、ここは月の光で。いや、いけると思うんだけどなぁ。いや、でも相手のナットレイの持ち物次第か。なんか相手のナットレイが似ちゃる持ち物。欲のみとかでインファイト半減みたいな。あ、持ち物持ってたら負ける可能性が、なきにしにもあらずんば、といったところ、こじも得ず。で、雨降って、まあ、相手のギャラドス。いや、弾か。これ死ぬかな。UI でしょ ?UI 大ストリーム。まあ、雨降ってるから、水技の威力 1.5 倍なんだけど、このクレスイレイもアッキの未発動して防御 1.5 倍だから、まあ、一発は耐えれそうだけどな。大魔ターンは枯らせそうだけど。いや、大魔ターン枯らせたら絶対勝てるんだよな。ウーラオスで。ウーラオスで詰めていけるから。いや、微妙これ。なんかワンチャン落ちそうだし、ワンチャン耐えそう。強すぎバロだ。ギャラドス強くね?舐めてたわ、ギャラドス。最近環境で見ないから。サンダーに殺されたかと思ってたら、ここに来たちょっと、不意のギャラドスが、ちょっときつくね。いや、しかもこれ、不意打ちで落ちないしな。かといって、ラグラージから入ったところで、大ストリームでぶっ飛ばされるから、タスキ盾に無理やりウーラオス出していくしかなくて、いや、ちょっと計画が狂った。ちょっと計画が狂って、まあこれ暗黒強打で相手のギャラドスは絶対飛ばせるから、まあいいんだけど、今日の動画結構あっさりしてるわ。1戦目とかラグラージで3盾しただけだし。昨日の動画、ガラルファイヤーがサムネの動画なんだけど、まあ、見てない人は見てほしいんだけど、なんかあんまり意識してなかったけど、コメントでなんか結構対戦内容が面白かったみたいな。2戦ともね、絶賛されてたわ。うん。相手のギャラドス飛ばして、いやでも今日の動画はね、歌ってたんで、それで勘弁してほしいわ。相手のラスイチナットレイ、まあ、いやさっきも言ったみたいにナットレイがヨプノミ、格闘技半減味とか持ってると、いやでもいけるか、インファプラス弾ラグラージの第一の力で、まあ、押せると思ってるんだけど、相手迷ってるけどインファ、あ、まあまあまあこんだけ入れてたら十分でしょ。いや問題はなんか相手のナットレイに眠るとかがあったらやばいけど、常に最悪のケースだけ想定して活動してるけど、別に眠るがあったとしてここインファ打つの変わんないからボディープレイ、はい、最悪のケースを想定したところで解決できないから話すだけ無駄な気がするわ。しかも眠るなってるなんて環境にいないし、ほぼほぼで、ラグラージ出して、ここまで削っとけば落ちるでしょ。第一の力でナットで特防にめちゃくちゃ努力値売ってるやつ多分いないと思うから。待って、これ耐えられたらやばいよ。いや、もしかしてラグラージってなんか C 種族値こいついくつだっけ、80だっけ、80しかないから、ナットレイなんかめちゃくちゃ耐久種族値高いからワンチャン耐えてくる可能性ある。この残飯1回で。待って、これ、にちゃられる可能性あるって。ナットレイマジ、ポケモン界のにちゃり代表だから、こいつが一番にちゃにちゃしてるもん。こいつ、にちゃにちゃしてる戦い方してるもん。いや、マジ、頼む。いや、こいつににちゃられるのだけはマジ許せん。こいつに、こいつにだけは気持ちよくなられてくる。あー、ナットレイくんねー、にちゃれなかったねー。てか、やめよう。さすがに俺今日の動画で何回にちゃってワード使ったんだ。さすがにキモすぎるから、次の動画から絶対使わないようにするわ。禁止ワードをするんでよろしくお願いします。また次回の動画でしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくした。食べ